三角古墳群は、千葉県市原市の養老川下流域北岸の市原大一西園部に立地する古墳群である。所在する古墳のうち、五号墳は、墳球が現状保存され、千葉県の史跡に指定されている。千葉県市原市総社に所在し、前方後円墳3期、後墳3期、円墳1期が調査されている。1948年と1983年に、 発掘調査が行われた5号墳は、墳球全長36.5メートル、公園部長31.5メートル、同幅32メートル、前方部長11メートル、同幅12メートル、墳級高5.9メートル、復元周校全長49.5メートルを測る、前方部の未発達な前方公園墳で、鉄拳1、鉄属2、ガラス玉6などが出土した。 1975年に発掘が行われた4号墳は、墳球全長49メートル、公園部長33メートル、銅幅30メートル、前方部長13メートル、銅幅13メートル、首レブ幅8.5メートル、墳球孔4.3メートル、復元周孔全長55.2メートルを測る、前方公園墳で、鉄剣1、鉄属41、管玉31、 ガラス小玉 394, 鉄槍1、槍ガンナ1などが出土した。1987年に発掘された3号墳は、墳球全長47.5メートル、公園部計33.5メートル、前方部長20メートル、胴幅15メートル、首レブ幅7メートル、墳球五5.2メートル、復元周坑全長63.5メートルを測る前方公園墳で、 鉄拳1、鉄槍1、鉄属2、槍ガンナ1、下玉10、ガラス小玉103などが出土した。以上の3個噴は、出現期段階のいわゆる、巻き向型前方公園墳として捉えられ、就航形態の発達過程などから、5号墳が最も古く、4号墳、3号墳の順序で、比較的短期間に造営されたものと考えられている。 その造営年代は三世紀中央から紅葉とする、説が有力であるが、三世紀前半まで遡ると見る、見解もあり山大国の時代の古墳と目されている。ありがとうございます。